人の間通り過ぎた風はどこからサピエ社を運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。父の言葉が今日は暖かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー時の駆け上がるくらい今時のかくれんぼはくれこ、もう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君が起こしたんだよ。